チーズトーストはパンをスライスしたものにチーズを乗せ、グリルで焼いて、チーズを溶かしたスナックである。イギリスでは簡単な食事として一般に食べられている。チーズトーストチーズトーストは、パンの一面にチーズを乗せトーストしたもので、パンにバターを塗ってから乗せる場合と塗らないまま乗せる場合がある。それ以外のトッピングは好みによる。最も基本的なのは、玉ねぎのみじん切りで、これはいいか。 チーズと共に、グリルで焼いたものを乗せ、ステーキソースかケチャップを加える。キュウリのピクルスや、ブランストンピクルス、焼いたトマト、目玉焼きや、ウースターソース、ベイクドビーンズも一般的である。他の一般的な食べ方としては、トマトとチーズを重ねて挟んだものもある。チーズを塗った上から、マーマイトを振ったり、パンの上にベジマイトを塗って、その上にチーズを乗せる方法もある。 日本では和風味としてパンにチーズを乗せて出汁の素を振って焼くものやパンにマヨネーズとわさびを塗りチーズとキュウリと海苔を重ねて巻いてからトーストしたものなどもある。チーズトーストのレシピやネット上の記事には基本的なチーズトーストを凝った料理にする傾向が見られる。材料を増やしたりトッピングを特定のものにしてレシピを読んでいて面白く感じるようにしている。 その結果、レシピ本が基本的なチーズトーストを取り上げるのは稀なこととなり、紹介するのはウェルシュラビットのようなものになって、しばしばポッシュチーズ、オントーストと呼ばれている。オックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリーによれば、ウェルシュラビットという言葉は1725年には存在している。この表現は、ウェールズ人があまりに貧しいから、 あるいは愚かだから、うさぎを捕まえることができず、チーズを肉に見立てたというジョークとされている。ウェルシュラビットのレシピとしては、パンの両面をよく焼いて、チーズの片面だけを焼いて、その面を下にして、トーストに乗せ、焼きごてで、硬い方に焼き色をつけ、マスタードをすり込むとある。ウェルシュラビットウェルシュラビットの伝統的なレシピで、このようなものもある。グロスターチーズの外皮を剥いで薄切りにして、 焼き皿に入れ、イングリッシュマスタードを少量乗せてからエールを注ぐ。それを温めたオーブンに入れて、チーズが柔らかく、とろけるまでそのままにする。焼いたトーストを準備して、鍋で温めていたエールを注ぎ、それからとろけたチーズをかぶせる。熱いうちに食べるのがおすすめである。チェダーチーズは、チーズトーストには特に適していて、よく使われている。ランカシャーの乳業関係者は、 ナショナルチーズオントーストデーというのを設けて、これにちなんでランカシャーチーズをチーズトーストに最適なチーズとして広めようとしている。オーブリーマチュリンシリーズを原作とした映画マスターコマンダーでは原作にある様々な場面が登場する。その一つにコックのキリックがジャック・オーブリー艦長とグイスティーブン・マチュリンの合奏が終わった時のために、 作るチーズトーストがある。映画や原作の中ではトーステッドチーズと呼ばれている。キリックはマチュリンが持ち込んだアルコールランプ付きの銀のプレートでトーステッドチーズを作っており、オーブリーとマチュリンはこのトーステッドチーズとコーヒーを朝食としても食べている。トーステッドチーズを作るのにキリックがポートワインを用いているという説もある。どんなに後悔は長くなろうとも、 ポートワインは常備されているからというのがその理由である。イギリスの野菜ピクルスの一種。ありがとうございます。